偉大なる仕事を果たすこと、それが私のすべきことだと考えてきた。私を死から引き止めたのは芸術だった。自分がなすべきことをなさないうちにこの世を去ることはできない。そしてベートーベンはあなたのために流した涙の音でピアノソナタを作りました。あなたとお別れしてからは悲しみに沈んでいた時期もあったけれど、でも大丈夫、心配なさらないで、今の私は人生を背負えます。一つ条件を出しても。はい、どんなことでも。結婚式はこのウィーンで。今は音楽に酔うのもいいだろう。君は私のものになった美しいアントニー。フランクフルトがどんなに帝国自由都市と呼ばれても、そこに女性の自由はありませんでした。芸術家は一言も発せずに世界を動かしてしまう。祝福の光があなたを照らし、私の命の喜びとなれ。できる限り君の意思を尊重しよう。フランクフルトには戻りません。あなたとは別れます。それが私の意思です。アントニー、お願い。溢れる涙はこの僕が拭ってあげるよ。落ちてる頬を伝う間に口づけて誓おう。すべて僕のもの、その苦しみさえもすべて僕のもの、すべて。実は子供を宿してしまったの、フランツの子を。6年前4人目の子を産んでから夫婦関係は終わっていたのに、5月の私の誕生日、あなたのことを打ち明けた後、フランツが力ずくで求めてきて、ごめんなさい。2人の会話は雨音が打ち消しました。俺のポストホルンが、マエストロが生涯大事にした記憶のメロディーと言ってもいいでしょう。あった。いつも一緒に君がいる夢を見る。なんていう人生だ。素晴らしい。君がいなければ他のどんなことにも意味がない。人を雇う余裕もなく、6人の子供の面倒を見ながら屋敷に閉じこもって暮らしています。心も体もすっかり弱ってしまいました。そのジョゼフィーネのお腹に子供ができたのです。私を思って書いたんですって。なんていう人生かしら。彼の優しさに触れたら辛かったことが口に出てしまった。さよなら、ルートヴィヒ。永遠に
あなたの都に。その運命の不意打ちに全ての希望が瓦解した。ボヘミア旅行で生まれたメロディ、若き心に刻んだシラーの詩、歓喜に寄せて。ナポレオンに破壊された文化と精神は神聖ローマ帝国の心臓であるウィーンで生きています。おかおかけのぼり探してみるよ、あなたと初めて出会った牧場を。感慨深げに口づけされていました。私はいつでも耳を澄ましています。魂に語りかけてくださるあなたの音楽に。フランツ・ブレンターノが銀行家として大成功を収め、アントニーが暮らす町フランクフルトへ。苦悩を超えて歓喜に至る。あの夏、ルートヴィヒ・ヴァン・ベートーベンはあなたと散歩をしながらロンドンでの生活について語り合っていましたね。